家電フレンズはパソコンから離れて、あるいはスマホから離れて見てくれよな。タマプラだったから、あそこもね、店員の人がついて回る方式という、あ、そう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 、うん、あ、でもね、あそこのおっちゃんね、気がいい人で、うん、気が悪い人がついてきたら嫌だよ。そうそうまあそう、それなんだよ、いい人ゆえに多分ついてきてくれるんだけど、うん、すごいんだよ、まあ、割とこう、なんか客もそんなにこう、あれだから、そうそうそう、ちょっと来てくれた人にサービスしようみたいなことかもしれない。あの、おっちゃん作ったものを店に置いてあって、うん、でさ、なんかそのおっちゃんにこれどう、この部分どうやって作ったんですかとかって言うと、うん、いや、これこうやったんだよって教えてくれて、うん、で、あ、そうだ、これやるよっつって、うん、あの、要はさ、その例えばジオラマが置いてあって、うん、この波しぶきどうやって作ったんですかって言ったら、はあ、こうやって作ったんだけど、あ、ちょっと待ってろ、いいものをやるよっつって、その波しぶき作った後にこれ余ったから、はあ、これ使って作ったからやるよっつって、はあ、あの、無料でくれたりとか、気さくだよね。そうそうそう、大体、うん、ね、聞けば何でも教えてくれるんだよ、はあ、全部作ったもん、自分で作ったやつ置いてあるから、うん、そんなね、僕らガンダム大好きアラサーですけど、アラサーだね、アラサーだからね、もう僕昔アラサーって言葉があんま好きじゃなかったっていうかさ、うん、あの30代40代のことアラサーとかアラフォーっていうのをさ、うん、なんかおしゃれぶってるって思ってて、まあ、おしゃれぶってる感はあるよね、確かに。でさ、昔さ、なんだっけ、あの学校でさ、うん、印刷物配られて、うん、誰かのなんかコメントっていうか載ってて、うん、あの、要は意気込みがな、なんかあのこういうイベントがあるのに際して、私はアラサーにもうなってしまいましたが、うん、これこれこういう気持ちで頑張りますって書いてある印刷物見て、うん、おいおい見てくれよっつって、あの、うん、アラサーなんておしゃれな言葉使ってるぜって言って、誰書いたんだろうって見たら、うん、目の前にいる先生書いた人だった、うん、いや、横の友達に、見ろよこれアラサーなんておしゃれな言葉使ってるぜって言っちゃった後に、うん、誰書いたんだろうっつって見たら前にいる先生で、うん、すんごい気まずかった、うん、別におしゃれでもないしね、あー、あの、そうでもね、まだそこが救いで、これさ、僕は心の底から思ってる通りに、アラサーなんてカッコつけやがってみたいな、この言葉嫌いなんだよみたいな、誰が書きやがったんだっつってたら、目の前にいたら相当やばかったけど、まだ見てくれよおしゃれな言葉使っちゃってるぜぐらいでよかったよね。まださ、だって どっちか分かんないじゃん、すごいなこの人、おしゃれな言葉使ってるなって言っただけ説がまだ残るじゃない、今の言い方だったら。あれだよね、そのもう30、40になってくるとさ、年齢を重ねることが特にこう得じゃないというか、ああ、むしろ負の方向に行くから、そうだね、こう謙遜的なものと、ちょっと心のこの悲しみを落ち着ける的な感じで、アラサーっていうこのふわっとした括りをやってしまうのかもしれないよね。あんで、うん、まあ、もうすぐ30なんでよりアラサーなんでの方が早いし、あー、なるほど、うん、ね、28歳家電フレンズ、僕まだね27歳だ、でも来月28 あ、来、あ、まだか、12月15日に、うん、そんな感じでね、なんかを買ってきますけど、まあ紹介するのは配信でやりますけど、そうだね、うん、GoPro 撮影ストップちゅうわけでね、はあ、ここはよろずや弘前何店なんだっけかね、ここはね、よろずや大きの水、大清水がな、天下、うん、いやー、まあ、なんだろうね、ガンダムはね、うん、いっぱいあったんだよね、割とレンジマンサイドの方はなんかいろいろあったっぽいよね、うん、今話聞いたら5000円ぐらい使えるとこだったけど、抑えて1600円にしたと、うん、そうなのよ、いうぐらいあったらしいね、うん、そしてね、今このボイスレコーダーに問題が発生しまして、ああ、何なんだこれ、操作できませんっていうのがやたら出てくるんですよね、ボイスレコーダーの方が終わった説が、うん、まあとりあえず今ラジオのメモリがいっぱいになってるのが内蔵メモリで SD が操作できませんだな、なるほど、まあいいや、とりあえずまあ一応じゃああれだね、その前にボブがこの店のことをもうすぐ終わるから言っちゃうと、うん、探してるアーツはなく、なかったね、結構アーツはいっぱいあったのに、ね、あー、でも他にも特に買うものはなく、完全なノルマで今達成してきて、うん、生放送のノルマがないと何も買わないとこだったねっていう、あ、録音できたわ
いや、ガンダムはね、なんか、プラモがまずやっぱり、あっちより高くないんだよね。そうだね、値段安めだよね、うん。多分仙台で考えても結構安いのが結構ちらほらあって、あマスターガンダム500円とか、まあ定価だよね、でも、まあ、マスターガンダムに関しては。あれね、何のマスターガンダムか言わないと多分見てる人今何のってなると。旧キットの、あの、多分定価が500円しないぐらいの、あれが500円とか。で、プラモがまあいっぱいあって、モイルスーツインアクションもまあいっぱいあったんだけど、あとハイコンプロのガンダムバーチェがナドルになるやつが1900円とか、なるほど、いろいろあったんですけどね。あで、まあまあいろいろガンダムとかのフィギュアを買ってきました。今レンジマン結構買ってたね。うん、まあプライズのガンダムと、まあ、配信見れば詳しくは映像で出てくるんだけど、あプライズのガンダムとダンバインのマーベルのフィギュアとゼータガンダムのレコアのフィギュアとガンダムエイジ版ね。すごいね、買おうとすればもっと買えたっていうことで。うん、別にだってミリアリアとか買ってもよかったからね。ね、うん、多分まあ、あっちにミリアリアあんじゃねえの。こっちでボブこれだとさ、うん、次地獄を見るんじゃないかなって説がね、濃厚。カズイのフィギュアねえのかな。出てるの聞いたことないよね。需要ないもんね、カズイ。あーシードでフィギュア誰欲しいって言ったら僕カズイが一番欲しいんだよ。なるほどね。うん、カズイ、サイが欲しい。あーでもサイさ、なんか遊びがやりそうじゃない。まだサイ名シーンいっぱい出てくるじゃん。いや、あいつはさ、あればあるんだろうけど、うん、無理なんじゃないか。カズイってなんか途中で離脱すんでしょ。だって僕なんならいつまでいて、うん、いつになくなったかわかんないよ、正直。うん、もうスペシャルエディションはシード多分全部見たと思うんだけど、カズイの印象ないもんね。どこで消えた？フレイと一緒に。なんか中盤ぐらいにカズイいなくなるらしいんだよね。もうついてきえばみたいになって。あ、なるほどね。ちゃんとそうやっていなくなるのか。うん、で、二度と出てこないらしいんだけど。あいや、カズイのフィギュアあったら欲しいけどね。絶対ないと思うよ。遊びがいないだろうね、カズイのフィギュア。だってさ、エイジにしたってさ、うん、イワーククラスだともうフィギュアない、うん、わけだしない、ね、イワークないもんね。あ、まあ、エイジのフィギュアないけど。どうすか、他のやつも出てないか。出てないよ、人間も。人間誰も出てないんじゃない。何一つ出てないかな。あの、ちっちゃいユリンぐらい出てたかな。キーホルダーみたいなのとかすらないってか。 あるよね、多分。最低限ユリンか、あれなんだっけ、エミリー、あの辺はあるかもしれない。あの、要はじゃあフリットとかアセム、キロとかはないんじゃない。ない、むしろなんかエイジってさ、明らかにフリット編で売れ行きが怪しかったかもしれないけど、後半展開渋ったよね、おもちゃね。ロボット魂もエイジ2ないもんね。そうだよ、ロボット魂なんてエイジ1で切られてる上に、プラモだってあの全然出てないやついくらでも、うん、いるからね。ウロッツとかね。ああ、うん、ウロッツなんて近しい型のやつ何個もあるから、出して流用してたくさん出せるのに、うん、ウロッツ系の体型のやつ1個も出てないし、うん、デファースなんて一気のラスボスなのに出てないし、なんなら最後の最後のラスボスのシド出てないしね。出てない。シドとあのベーガンギアと、まあ、欲しいかってやると欲しくないだろうけど。でもだってあれだ、その人はモビルスーツで一番かっこ悪いの何言ってたら、多分ベーガンギアって答えるんじゃないかな。ガンダムっぽくないしね、あれ。ねえ、エヴァンゲリオンのパチボン見て、なんかエヴァの方が太いって相当だと思うよ。うん、あのでエヴァの中にすっぽりベーガンギア多分入るよね、あれ。うん、棒じゃん。うん、しかも乗ってるやつ知らねえし。あ、ねえ。誰だよ、ゼラギンス。ゼラギンス、本当に何もないよね、ゼラギンスって。なんか封印されてんの映ったぐらいじゃないの。まあでも何もないっていうのがキャラっちゃキャラだよね、確かに。うん、ただの最後の出てくる敵だもん。それこそ作られた系の人だもんね。うん、あいつを倒せば解決するって言うんだけど、僕には何もないんだみたいなキャラだから。うん、この放送本当にエイジ好きだと。ね、ガンダムの話するとあれなのに、うん、もうまあしょうがないよね、エイジは。我々エイジ世代だからね。まあどっちかというとシード世代の可能性は高いんだけど。まあね、シード小学校の時考えてみると結構見てた人いたもんね。ああ、まあだよね。うん、シードやっぱ人気あったんだね、当時。ああ、子供たちには。いや、だと思うよ。うん、僕もガンダム当時興味ないのにプラモ持ってたもんね、なんか。ああ、今見てるけど、まあ面白いけどね。いや、どの辺まで。まずあのラクスが救命ポットの中から出てきたところまでがその序盤だと思うよ。なるほどね。うん、
バレンタインによって破壊されたコロニーの残骸から水をせしめようとする回まで見た。ああ、うん、全然覚えてないですこれ。なんか死体朝みたいなことすんのやめろやみたいな雰囲気をキラとかが出してきたんだけども。なるほどね。でも俺たち生きてるんだからやるしかないべみたいな。ああ。ムーラフラグが言う。ああ、なるほどね。うん、ムーさんね、デスティニーですごい悲しいことになるからね。あ、そこも知ってんだっけか。フラットは全体像はわかる。ああ、なるほど。デスティニーはちょっと見てたしね、まあ。あ、そうか。終盤とかは。なるほどね。うん、まあ要するにあいつ両方正ポジションなんだよね。シード上では。そう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 。で、デスティニーで。仮面つけてかぶってあの帰ってきたようなもんだね。うん、リュウホセ仮面つけて帰ってくればいい、ゼータで。あーよーアムロ久しぶりだな。敵になる感じがないもんね、リュウホセ。そう、まあムーさんも大概敵になる感じじゃないんじゃないけど、まあね、うん、洗脳されティターンズに洗脳されたリュウホセ強化人間バージョンね。カミユン、お前をぶち殺すぞ。でもあれだよね、あのムーさん洗脳された後もそんな殺伐としたやつではなかったよ。あの名前忘れたけど。ネオだっけ。ネオロアノークか、うん、あれだよね、僕はあのずっと思ってんだけどさ、うん、破壊者の性格の既視感、うん、多分ネオロアノークなんで、うん、あの要はさ敵で怖い見た目してんのに、うん、おいなんとかだろ、おいやめてくれよみたいな、うん、だからああいう感じなんで破壊者っぽいんだよね、うん。破壊者の正体がついに発覚したけどね、放送上で。あ、ね、うん、それをまあカイトにちょっとこうバレないようにしようという動きが今出てるけど、うん、そう、来年の戦隊ね、衝撃だったよね。まあこの放送が配信される頃まだ多分公式発表ないから、うん、まあ聞きたくない人は5分ぐらい飛ばしてほしいんだよ、ね。あ、もうじゃあ言うんだね。そう、まさかの来年の戦隊名アバタロー戦隊ドンブラザーズだからね、うん、衝撃だよね。ゴーバスターズ以上の衝撃きたなと。あ、名前的にはゴーバスターズ、まあ名前自体はまあそこまで変でもないじゃん。ねバスターズなんだって思ったけど。え、でもさボブさ、うん、ドンブラザーズさ、うん、何がなのって思ったけどさ、うん、ドンブラってことは、ね、ドンブラなんだよ。アバタローのタローにかかってた、ね、ドンブラザーズ。アバタロー戦隊ドンブラザーズ、うん、タロー戦隊じゃダメだったんだろうね。ねアバタロー、アバタロー、モータロー戦隊じゃダメだったの。モー以外もいるんだろうね。まあ、あ、そういうことなのかな。金太郎とかいんのかね。まあそういうことだよね、うん、アバタロー通過移動みたいに金太郎出てくるんだよ。ああ、浦島太郎とかね、うん、高太郎とかね。なんかさ、あれだね、僕あの一周しちゃったなって思ったのはさ、うん、この話聞けばさ、毎年のあの戦隊の驚き体制ない一般の人に聞かせたらさぞびっくりするんだろうなって思ったらさ、うん、友達に言ったらあの案外何の反応もなかったね、うん、次の戦隊アバタロー戦隊ドンブラザーズって言うんだよって言ったらほーんみたいな、変わった名前だね。ジャーじゃないんだ、ジャーじゃないんだすらないんだね。ない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 、もうそんなの、うん、我々はもうジャーってイメージがやっぱ強くなってるけど、世間的にはどうでもいいんだよ。そう、マンとかジャーとかついてないのがまず独特っていうあれがないから、うん、今ゴゴファイブあったしね。普通にそれも関係ないんだろうね。ないないない、絶対ないよ、うん、そんなの。いや普通に新しいタイトル聞いただけだよね、うん、あのこれこれこうだから驚きっていうのは一切ないから、うん、もう普通にへえーみたいな、うん、ブラザーズなんだ。そうそうそう、まあ兄弟なんだろうね、ドンブラザーズやっぱりね、うん、主役兄弟なんでしょう。ああ、うん、でアバタローなんでしょうね。アバタロー名乗りが多分まあ桃太郎侍のパロディなんじゃねえの、知らねえけど。ほう、一つなんとかかんとかをみたいな。あー、なるほど、うん、なんとかやるぜ、アバタロー戦隊。あー、ゴーブラザーズ、ゴーブラザーズじゃねえよ、ドンブラザーズ、ね、ボブの持論だけど、うん、そうなんじゃないの知らんけどって言ったから君が、うんうん、じゃあこの予想は当たるんじゃないかなって、うん、あんね、これレンジマンにしか言ってないんだけど、うん、レンジマンがこの放送で、うん、絶対こうだよとかこうだと思うよって強く言うと、うん、高確率で外れるんだよね、うん、でもレンジマンが、うん、なんとかなんじゃないの知らんけどとかこうなると思うよ僕はぐらいの時は当たるのよ。なんかアバタロー戦隊のメンバー構成当たった説あるんだよ。そう、
もうなんだっけ、赤っていうか男と女一人ずつプラス、うん、なんか着ぐるみ系キャラみたいなことを予想してんだけど、なんかネットのネタバレ情報みたいな噂だと、うん、本当にそんな感じっぽいっていう。なるほどね、うん、まあでもその時多分前回かなんかの放送で言った時は、まあそう見せかけて結局普通の構成なんじゃねえのみたいなオチになってたんだね、話が。あーってことはそれも特に強く押したわけではないやつが当たったっていう、当たってる可能性がある。この放送聞く人だから、今後レンジマンが絶対って言ってる時は外れると思いながら、やんわり言ってる時は当たるぐらいで聞くと、おー本当じゃんみたいになるんじゃないかなっていうね。犬戦隊ワンジャー来るかな。犬戦隊ケンジャーか。ケンジャー絶対ないと思ってるけど、墓戦隊ボジャーねえ、もう大体があった。あ、でもゴーストあったけどさ、ボジャー多分せめてなんとかボイジャーとかになるんだろうね。なんとかボイジャーそのうち来そうだよね。でもねえ、うん、まあ、メガボイジャーとかあったけど、あとキューレンジャーのメガは全部、ああそうだ ね、シシボイジャーとかあった、ね、そう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 、ユーセンターケンジャーありそうだよね。もうケンジャーはないにしてもさ、あーついちゃったよここに、うん、こんな嫌がることないんだけど。でもユーセンターケンジャーの方がドンブラザーズよりありそうだよね、名前だけ言えば。あ、まあまあそうね、うん、ユーセンターケンジャー、あ、だってケンジャー絶対ない理由として新ケンジャーあんだもん。あ、まあね、ハリケンジャーもあるし。ほんとじゃん、デッカ版だよねケンジャーね。まあなんか買ってきますっつってね、ゴプロ撮影ストップというわけでね、まあノルマには困ったんですけど、予想通りにね、うん、やっぱりなんかね、だってカウンターちょっとだけ安くなってるのも多かったけど、全盛期の高い時よりワンランク値段下がったね、うん、値段貼られてたもんね新しく。ああ、まあ安いっつってもまあプレネーで厳しめのがまあ多いんでね、まあ買わずにガンプラは済ませましたね。でまあまあ一応放送を見れた人も分かると思うんだけど、ブルーディスティニーのゲーム買ったんだけど、はあ、ネットでまあ600円ぐらいだったのが780円でちょっと高かったんだけど、まあいらないラブライブのフィギュア買うよりいいかなみたいな。そう、最初780円って言ったっけ、うん、で売ってて、うん、それを見る前に200いくらのラブライブのフィギュアを買おうとしてたんで、乗るまで、うん、でネットでブルーディスニー500円で買えるしって思ったけど、いらないの今買おうとしてるの置けば値段一緒だぞみたいな。そう、買わないからということで、まあそっちを選んだということで、うん、まああともう言うことないね。うん、ないね。物がなんか少ないもん。まずアーツだって十何個かしかないんじゃないかな、あのショーケース入ってるのとは違うやつは。うん、まあそんなのかな。ノルマありでここ来るとやっぱり厳しいね、うん、HG の値も5000円だったからね。そうそうそうだよ、うん、あ、それいい指標だよね、うん、HG の値も5000円ぐらい、値も5000円だから、ね、ですよっていうのがこの店の G アーマー8000円だったからね。ああ、ネット相場にプラス3000円ぐらいなんだよ。あ、その前回の標準価格がなぜゆえなんだろうね、うん、在庫余ってたもんね、やっぱり誰かさ、在庫量だけならいっぱいあったよ本当に。相当値付けしてる人何かしらあれなのかな、うん、DJ3500 円、あ、 DJ まあまあ欲しかったけど、3500円で欲しかったと別にだからね。ここでさガンプラ買う人いるのかなっていう、うん、まあいないから前回と変わってないんだと思う。ああ、あと僕すごいなって思ったのはここで買い物カゴ持ってる人いたけど、ああそんな顔もある、ね、買い物カゴぐらい買うものあるかなってすごい思った。まあカゴは空だったけど、うん、我々このよろずや全否定勢ということで。ああ、うん、厳しさを感じたね。あのできたばっかの頃はここでちょっといろいろ買って盛り上がった時あったんだけどね、うん、っていう一件前の話をしてるだけで次につきまして、うん、まあここはノルマはないです。ブックオフだからね。そう、ブックオフは何しろ基本本屋なんでないです。弘前高田店だったらクーポンあるから何か買うんだけど、ああここ弘前高田店じゃないもんね。そうだね、うん、分かんないけど、で高田じゃないね、うん、ここ弘前上等店みたいなやつ、ああここクーポン持ってないんで、ああ
何も買いませんよ多分。まあ、なんかガンダムとかあったら買うかもしれないけど。あれであのボムはさ、うん、ちゃんとした流れでその説明を聞いたから、うん、あれなんだけど、うん、今の視聴者の人が知ってる情報だけだと、うん、シャムと同じことやってるぐらいの感じだよね、うん、あのアイス何秒で食べますって言って、うんうん、食べきれなかったから時間追加しますぐらいのことを言ってるように聞こえるけど、うんうん、そう、ブックオフがクーポン配ってるんで、うん、クーポンがある店は何個かあるんだけど、青森市の2軒と弘前のドン・キホーテに近いその高田店の方はクーポン持ってるんですよ。ああ、ここの上等店だからクーポン持ってないんです。要は基本ノルマはないけどレンジマンはクーポン持ってるから、それでレンジマンは何か買うよっていう、そうブックオフはね、そう、レンジマンがクーポン持ってるからポブも発生するとか、うん、そういう話ではないから、そう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 、今回それはないからさすがに、そういうことです。そう、まあそういうことね。 GoPro 撮影ストップということでね、ええ、ブックオフ見ましたが、あの、だ、あの、の、ノルマないっては言ったけどさ、うん、1軒前とここどっちがまだ買うものあったかっつったら僕正直こっちだ、うん、こっちだねこっち、まあ買うものあるかっつったら、まあ買おうと思えば、ああ僕ニューガンダムの HD とか買えるからって。僕はあのソフビクスの仮面ライダーバルカン、うん、サザビーとかあったの、ああ、あのインアクションの、まあもう1軒のブックオフ行こうかね。逆にもう一軒のブックオフで何か買わなきゃいけないんだよね。ああ、クーポンせっかくあるからには、まあ200円分何か買わなきゃいけない。よしんば、何も何で買わなくてもいいんじゃないかいとは思うけど、でも20円で漫画2冊買えると考えると何か買うしかないでしょ。ああ、なるほどね。うん、僕今ブックオフのポイント74ポイントあるんで、あ、だからタダで何か買えるから。なるほど。なんかあるといいけどね。ね、今んとこさ、まあでもあれか、僕はガンダムのおもちゃいっぱい買ったからいいか。まだ、いや、ボブが問題でさ、どうしようもないもんね。あの、まあ口で言ってもあれだろうけど、生配信見た人しか分かんないと思うけど、うん、鈴原当時と、あとあの東方の悟りっていうキャラクターの、うん、あのアクリルキーホルダー1個みたいな、2秒で説明終わるやつらだよね。ね、うん、いや、2秒かかんないんじゃん。まあ、2秒ぐらい画面に映してこれです。僕東方知らないから話そこが広がらないよ、絶対に。本当にさ、さっきブルーディスティニーにしといてよかったね。あれ説明書ちょっと見てなんか言えるもんね。あー、なるほど。うん、あのさ、ガンダムで名前にデスティニーってつくとろくなことにならないんで、うん、ブルーデスティニーもさ、あれでエヴァみたいなもんだよね。そうだよね、そのニュータイプだけをぶち殺す。そうそうそう、うん、ニュータイプぶち殺しマシンだからね。うん、あのなんか敵のマラサリみたいなやつと戦うって、うん、なんだっけ、あのゲームにイフリートだ。いや、そう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 、イフリート、そのゲームで出てきたジオン軍のやつね。うん、いやー、ガンダムしか買ってないけどね。ほんとじゃん。うん、まあライダーで今欲しいもんない、まあなくもないんだよね実際別に。ああ、あえてライダーで今すぐ欲しいものはまあないから。まあね、デルタゼネンとかあればまあ買うけど、ああ、ないし今のところ、まあ、ほぼ見てないけどね、ライダーコーナー。ああ、そうか、君ライダーコーナーあんま見てないね。うん、まあチラ見はしたけどね、さっき。ああ、だってもう衝動集めてねえし。なるほどね。衝動、うん、は主役ライダーしか買いませんもん。ああ、でも主役ライダーは買うんだ。まあそこはね、ああ、最低限買うよ。ソードは主役も買ってないけど、ね、なるほどね。もうセイバーとか売ったかんね、まあ、だから買ってないっていうか買えないし、うん、置いてないもん、リバイス。あ、バルカンとストリウスしか見かけないもんね、あれ。あー、ストリウスね、ラソスなのにやたら見る。うん、いらねえもん、あれ。だってあいつラスボスってもさ、ラスボスになるべくしてなったやつっていうよりはさ、いたやつだもんね、なんか。あ、ね、最後に残った人だよ。ああ、あれ V シネで仮面ライダーレジエル、仮面ライダーズオスは出るんだろうね、例年の流れだと。例年の流れならね。ああ、出ないと思ってるよ。あのセイバーだからっていうことね。セイバーの多分 V シネは次ので終わりだと思ってるよ。ああ、なんか明らかにセイバー完結編の雰囲気出してない、あれ。出してる。だって神山主役なんでしょ、あれ。そうかもね、うん、あのだってさ、あのレンジマン見てないって言ったけどさ、うん、NHK のあの仮面ライダー大投票、うん、あれセイバー系何も入ってこなかったんだよ。セイバー58位ぐらいだっけ。
58なんだとしたら、うん、ランキングあの番組だと省かれたとこだね、もう、うん、多分。まあ別にセイバー終わるまで全話見たから、まあ最低限の思い入れはあるけど、ああ投票しないもんね、そりゃ。だってさ、あの要は、うん、番組部門のランキングを中心に、その番組紹介したついでに、うん、ライダー部門では、うん、この作品に登場した誰々が何位で、誰々が何位でこういう仮面ライダーでしたとかね、やっていくのにセイバー系1個前ってことだったね、それに、うん、僕が入れたのは確か X だよ。なるほど、うん、X も残念ながら番組には出てこなかったね。あ、そりゃそうだよね。あ、うん、V3 とあの、うん、初代は番組に紹介されたんだけど、まあ、十分だね。ああ、うん、セイバー一応最新作なのにね。ね、うん、まあだってさ、セイバーあえて入れないもんな。そのセイバー好きな人はいるにしても、ああ1位にセイバー入れる人はいないと思うよね、やっぱり。難しいよね、うん、だって他押しのけてセイバー来ることないよね。あ、申し訳ないけど。そうだね。だってまあなんか正直頑張って1年やった以上のことないもんね。あ、見どころあった、セイバー。いや、まあ、いやってのもあれだけど、見どころ ないもんな。過去最高に最高に見てて盛り上がらなかったけどね。いやでもゼロワンですら、まあ負の方向には盛り上がりあったから、ね、安心してよ。ちょっとこれでさ、うん、セイバーだって番組に入ってきたらさ、もうとにかく新しいものを、その投票うさんくさいもんね。新しいもの好きの、うん、あれでみんな入れた人が多くて上に来ちゃったんだってなるとこだけど、うん、だってあれでは昭和のやつはしょうがないとしてさ、平成以降で1ミリも紹介なかったのセイバーだけじゃないかな。あの他はあの番組がランキング入ってなんとかとか、うん、今さ適当に人気なさそうな平成以降のカメラで1作品言ってみて。ウィザード、あ、ウィザードなかったかも、うん、ウィザードゴーストが僕のやっぱいまいちだったやつ。あれ待って、ウィザードゴースト紹介なかったぞ、うん、そうだ、ウィザードゴーストセイバーがなかったんだ。じゃああえて何か言うことないもん、そいつらって。あれそうだ、ランキング入ってなくない。あ、違う、ゴーストはあったかも、番組は、うん、なんか主人公が1話で死んでしまうっていう紹介聞いたような気がするな。うん、まあ暗いかな。うん、まあ割とゴーストのデザインは最近好きになってきたけど。いや、あれ後から聞いてくるっていうかさ、じわじわ来るね。なんかガンガンセイバーとかもさ、あれおもちゃ面白いもんね、明らかに。あ、そう、あとちょっと欲しいもん。あれデザインがさ、なんて灯籠っていうんだっけかね、うん、あれだっていうの後から知って、うん、あ、なんだみたいな。だって俺バーの当時何ガンガンセイバーってみたいな、その、うん、意味わかんねえもん。高速全然関係ないじゃんっつって。ガンは目なんだよ。ああ、そういうことなんだよ。デザインとかも全然関係ないじゃんって思ってあれだったんだけど、うん、仏壇とかに立てる、うん、あれがモチーフになってると、うん、後から聞いて、あ、そうじゃんっつって、うん、だからゴースト言えないこと多すぎたのが悪かったね、うん、そういう作り方しちゃダメだよね。セイバーはなんか言えないこともなさそうだね。あ、ただの普通のかっこいい見た目のやつらみたいなね。うん、セイバーのライダーもデザインハマんなかったな、全く。ああ、僕はね論外だったけど、デザイン自体はちょくちょくハマってんだけど、うん、そういえばスラッシュとさ、剣山のソード売ってたよ、近所で。まだ、ああ、なるほど、300円で、ああ、新品で。なるほどね、うん、あ、今メルカリにあれ出せばちょっと儲かるんだろうけど、ああ、まあ、それはいいかなと思ってやって、まあなんかそれをしてしまうとね、うん、落ちるような気がする。申し訳ない感が出ちゃうかな。ああ、セイバーハマんなかったな。ハマんなかったけど、なんかもうハマんなさすぎて言うこともないっていうのが、まあ、ある意味救いかもしれないよ。ああ、なるほど、救いかもしれないし、それが結果投票でそういう形に出ちゃったりしてるっていうこともあるかもしれないけどね。ゼロワン言うことはあるからね。そうだね、困ったことに。ああ、悪口だけどね、まあ、そう悪口というか批判だけど。セイバーそれすらないもん、なんかふーん。まあそうだね、ふーん。あんまゼロワンセイバーが放送されてた頃の記録は思い起こしたくないな、うん、なんかね、気持ち的に、まあ、日本のご時世もしかも悪かったし。そうね、その時期リバイスの時期はちょっとまだ日本落ち着いてるから。ああ、リバースも言うことないけどね、まあ見て面白いねっていうだけだ、まあ、あ
なんだっけ、仮面ライダーダークだっけ。誰？クモのやつ。あーあーあーあのデモンズでしょ。デモンズ。ダーク。ダーク。デモンズ。デモンズの見た目はやっぱ結構好きになってきた。そうでしょ。うん。そうでしょってボブが言うのはあれだけど。最初に予告映像でチラッと映った時点だと最悪だったけど。ああ。その後ちゃんと綺麗な映像で全体像を見た上でしかもいい感じのヒーロー的なキャラだから。ね。やっぱあいついいよね。僕はダークで思い出したけどさ、ああダーク破壊部隊、仮面ライダー大投票の前にさ、YouTube であのイマジンとかが、ああ全部の仮面ライダーの名前一通り紹介するって VTR があって、ああで、まあ、ダークなんとかですごい被ってたっていうので思い出したんだけど、ああじゃあ、ア行から行くよって言った瞬間に、ああ仮面ライダーアーク、仮面ライダーアークゼロ、仮面ライダーアークワンっていう、地獄みたいなのが続くっていう。しかも、アークゼロとか後から出てきてるからね。そう。アークいる上で。すごいあれ、龍太郎すか誰かがさ、うん、あ行から行くよっつって、うん、始まった瞬間に画面に映し出されるのが、うん、仮面ライダーアーク、仮面ライダーアークゼロ、仮面ライダーアークワンっていうやばい絵面のが、うん、それ全部名前言うのじゃ、全部言うよ、やばいね、いるやつは仮面ライダー、ランク、ランクじゃねえ全部混ざってんじゃん。ラルクとかね。ああ、うん、そんな感じでね。じゃあなんか買ってきますわ。ゴーフロ撮影ストップ。